はここだけは譲れない、はい、女性に。だけどこう一歩引いてくれる人っていうか、男を立ててくれる女の子は魅力的だなと思います。ってそれ何の話？なんか 今の若者に珍しいじゃないですか。あの結構古風な考え。お父さんもそんな感じですか？あ、そうなんですね。どうですか？でも親父とそういう話をしたことがないんで。でもなかなかないですよね。でも母親を見ると別にそんな感じじゃないかなって。お母さんはどっちかというと結構強い。そうですね、そっちだと思います。強いお母さん、もともとレーサー。あ、そうですか、はい、だから一歩引いて。そうですね、一歩引いてくれる人が、がいいということです、はい、早く結婚したい。まあ、早くっていうか、もう結婚できる気がしないんで結婚はしたいですよね。結婚できる気がいや、しないですよ。いや、このままこうやってこうやって選手やってると本当時間が経つの早いじゃないですか。そうですよね。このままこうやって30とかになるんかなって思って。女子レーサーは視野に、まあ、別に関係ない。あんまり関係はない。だけどどうなんですか、選手じゃない方がいいかなって思いますけど。へー、それはなんでですか？ちょっと親父とおかんを見てるんで。選手同士だとちょっとあの気持ちのこのなるほど、あれが、対立が、いい方向に行く場合もあるでしょうし、まあ、そう思います、はい、知ってる分っていうところもあるので。そうですね、だから何とも言えないんですけど、まあでもいい人がいれば女子レーサーでもすごく嬉しいですね。今季もう6点半ば超えでしょ。ああ今そうなんですね、リズム的にね、はい、リズムはいいです。もうこれ次ビッグレースですよ、どんどん。一平さんがこう A1 に上がって記念、ね、デビューするんで、そうですよね、あのもう今季ぐらいでこう A1 取れたら上がりたいんですけど、うん、一緒にね、はい、一緒に行きたいですね。そうですね、もう1月蒲郡は、次節、記念がありますから、はい、そこでね野中一平選手ちょっと頑張ってほしいなと思いますが、そうですね、もう間もなく一緒に走る時が多分ね、来ると思いますから。そうですね、ちなみにどんなレーサーになりたいかっていうの、将来的なレーサー像っていうのありますか？まあでもやっぱり愛知を代表する選手に本当になりたいんで、うん、まあ、浩二さんだったり平本さんだったり、そのすごく勉強になる先輩が多いんで、うんうん、まずは、うん、あの A1 に上がって記念に走って、そうですね、それでこう記念で活躍して SG に定着できるのが目標で頑張りたいんですけど、うんうん、もうそれまであのみんな追っかけて応援していきますから、ぜひとも近い将来ですね、多分もうそんな先の話じゃない気がしますからね。ぜひともまずは A1 で記念で活躍する、はい、でそこで結果を残す、はい、優勝もどんどんしてもらって。そうですね、もう優勝戦にはもうコンスタントに乗っていきたいです。そうですね、はい、もうだって G1 レーサー SG レーサーになったら今日の話は何のことと言われそうですもんね。鏡の中の自分と対話する。俺そんなこと言ってませんけどって言われそうな気がする。覚えておいてくださいね。その時までずっと続けますんで。本当ですか、はい、じゃあその時までぜひあの皆さん覚えておいていただいて、これからもあの地元のファンの皆さんと一緒に吉田選手を応援していきたいと思いますので、頑張っていただきたいと思います。今日は集まっていただいて本当にありがとうございました。いい時も悪い時もあると思うんですけど、一生懸命頑張りますんで応援よろしくお願いします。今日のスペシャルゲスト吉田雄平選手でした。拍手をお送りください。どうもありがとうございました。こちらの方に移動していただきます。